地で報道陣に囲まれる阪神藤川球児新監督イコール甲子園球場撮影。中島信夫阪神の甲子園での秋季練習が30日終了。11月1日から高知で行う秋季キャンプに参加する若手中心の39選手が発表された。藤川球児新監督44の主な一問一答は以下の通り。チームに禁煙令が出たことについて、自分も現役の時に喫煙していた。やっぱり辞めた時の理由がちゃんとあって、理由をわかる前に辞めた方がね。選手たちはワールドシリーズ見てるけど、プレーを真似するならそこに行き着くまでの過程を大切にしないといけない。由伸も吸わないし、大谷も吸わないし、ただし直も吸わない禁酒は、お酒はいいお酒ならいいんじゃないですか。何を食べるかより誰と食べるかの方が大事。お酒もそう。もう3、4時まで飲む体力はないですけど、投手陣のボール感想を見て、僕も若い時めっちゃ早かった。キャンプで長距離が多くて、階段使ったクロスカントリーとか、あれで一番の選手が順番にクビになるんですよ。直結してない野球と。トレーニングコーチに行くぞって言われてやって、素直なんだけど何につながるかを考えられない年齢だから。だから途中でやめてましたよ。続けて伊藤将司決？わかっているんですよ。俺は好きやで。俺もそっち側ですね。あれができている状態だといいんです。足が動くけどやめているのはいいです。世の中の生き方神手っていうのはあるんですよね。キャンプ参加メンバーについてそれぞれ課題があるんですけど、とにかく若い選手に求めたいのはひたむきさと素直であることが一番かな。プロ野球日程へ。